兄ちゃん、おはよう。ミハリ、お前一泊実験台にしやがって。じっもう2年も外に出ないで、自堕落な昼夜逆転。エムザム、体でカセケット？違うわ。心配しなくても、薬が抜ければそのうち元に戻るから。そこまで言うなら仕方ない。お言葉に甘えて堪能させてもらおうか。女の、痛い。お前勝手に部屋に入ってくんなよな。もし今のお兄ちゃんが急にそんなの体験しちゃったら、頭が壊れてパーになっちゃうからね。え、